ノンドックマインは、ベトナムの政治家。第4代ベトナム社会主義共和国国会議長を務めた後、第6代ベトナム共産党中央委員会書記長として、同国の最高指導者の地位にあった。ベトナム北部のバック大将に生まれる。チワン系の少数民族大族の出身である。ハノイ中央農林中級学校を卒業後、故郷のバック大将の林業事務所に勤務する。 1963年7月、ベトナム労働党に入党。1966年から1971年にかけて、ソビエト連邦のレニングラード林業学院に留学。帰国後、バック大将の林業事務所監査部次長や、フールオンエイリン所長を務める。その後、1974年から1976年にかけて、 グエンアイクオックと高級学校で研修を受ける。1976年7月2日、南北ベトナムが統一され、ベトナム社会主義共和国が建国される。建国後、マインは、ベトナム共産党のバック大将、委員会執行委員や同省人民委員会、副委員長などを、歴任、1984年より、バック大将人民委員会委員長兼、 同省党委副書記を務め、1986年11月にはバック大省党委書記となる。1986年12月の第6回党大会で中央委員候補となり、1989年3月の第6期党中央委員会第6回総会で中央委員に昇格。同年8月には党中央民族委員長となり、11月の 第8期国会の補選で国会議員に選出される。国会では民族評議会副委員長を務めた。1990年3月の中央委員会第8回総会では複数正当性を主張する急進改革派のチャンス安幕政治局員兼初期局員を激しく批判し全役職からの解任に追い込んだ。1991年6月の第七回党大会で 中央委員に再任され、政治局員に選出された。1992年9月23日、第9期国会において、国会議長に就任。1996年6月の第8回党大会で、中央委員及び、政治局員に再任。1997年9月、第10期国会が招集され、国会議長に再選される。同年12月、 第8期党中央委員会第4回総会において政治局常務委員に昇格し、党内序列第4位となった。2001年4月22日、第9回党大会において、ロンドゥックマインは党中央委員会初期長に選出され、党内序列第1位となった。歴代の初期長が金属出身であったのに対し、初の少数民族出身である。 共産党が国家を指導するというベトナムの政治構造上、初期長はベトナムの最高指導者となる。マインは国家主席のチャンドゥックローニア、首相のファンバン会と共にトロイカ体制を敷いた。国会議長としての手腕がテレビを通じて国民に広く知れ渡り、早くから初期長候補と目されていたマインは、初期長就任後、経済発展を推進する一方、 当官僚の汚職、腐敗の撲滅や不満分子、反体制派の取り締まりに臨んだ。しかし、2006年の第10回党大会の直前に、プム18事件と呼ばれる交通、運輸省を舞台とした大規模な汚職事件が発覚し、同省に勤務するマインの娘婿の関与も取り沙汰されたことから、4月の第10回党大会では責任を問われ、 中央委員会における初期長選挙では対立候補としてグエンミンチェット政治局員の擁立が模索されるなど再選が危ぶまれた。結局マインは初期長に再選され新たに国家主席となったグエンミンチェットや首相のグエンタンズンとトロイカ体制を構築した。しかし2期目のマインは政治的維新が低下し求心力を失って単なるお飾りになったと指摘する。 研究者もいる。2011年1月に開催された第11回党大会において民間企業家の入党を認める政治報告を行ったマインは党大会最終日の1月19日、初期長を退任した。2002年10月には公賓として来日し、秋人天皇や小泉純一郎首相らと会談している。2009年4月には再来日し、 麻生太郎首相と共に、アジアにおける平和と繁栄のための戦略的パートナーシップに関する日本、ベトナム共同声明を発表した。マインの母であるタイヒト女性は、後に、初代ベトナム民主共和国主席となるホーチミンが、バック関渉に滞在していた時の世話役で、マインを産んで間もなく、死んだことから、マインがホーチミンとタイヒト女性の間に生まれたという、噂が流れている。 しかし、本人は、ベトナム人はみんなホーチミンの子供ですと答え、肯定も否定もしていない。ありがとうございます。